はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は帝国の決断2、日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。ハワイ攻略作戦発動してますが、まずはねラバールの方に敵艦隊、接近してきて攻撃を加えてきているという状況に加え、ポートモレスビーからですねウエワ君に向けて陸路、米海兵隊が進んできているという状況もありますので、今回はですねラバールウエワ君の防衛戦と並行してハワイ攻略作戦をね行っていきたいと思います。では早速続き始めていきましょう。まずですねラマウルの方に入っていた缶詰状態だった井上さんの第15艦隊ですね、これは、敵に攻撃を受けて反撃できないままダメージを負ってしまったのでトラックに入れて回復させます。修復ですね。で、一方アッツ方面にも敵艦隊が、展開している様子があるので、当初ハワイ攻略作戦に参加予定だった第13、第14両艦隊は、アッツ島方面で哨戒活動に入ってもらいます。なので、ハワイに展開できる戦力がね、少し減ってしまうかなという気がします。で、すでにミッドウェー沖に展開中の艦隊はですね、後続でやってくる南雲さんの第4艦隊、これを待って合流の後、ハワイに向けて進撃を開始していきます。では、時間を進めましょう。ダチャーバーの方で潜水艦が一隻物資不足に陥ってますね。これです。なので早速ですがミドウェーに返しましょう一旦。まあ貴重な潜水艦戦力なんで無駄にねしないようにしたいと思います。で、続いてですね、きっちり行っておきたいのが、ラバウルの航空隊への航空指示ですね。確認していきます。まずは、武装ですね。意識の立候は、雷装を確認します。雷装になってるね。で、その上で索敵を行い、確実に敵艦隊がいるんで12、13といるはずなんですよね、敵の艦隊が。なので確実に数を減らしておきましょう。まずは第12艦隊、これを相手に全機出撃します。敵に空母はいない想定なので全機直縁なしの発進です。続いて上枠の方もですね全機雷装になっているのを確認し攻撃に出ます。もう少し偵察機は足の長いのが欲しいかな。偵察するにしてもラバウルの沖に上バックからだと届いてないですね。で、あとはまあ念のためですね、ミドウェー方面偵察機上げておきましょう。おっと、雨か。しょうがないね。では、戦闘フェーズでーす。心配なのが、上枠に向かってきているアメリカ軍の海兵隊なんですよね。上枠が、落とされるってことになると、ラバウルの防衛も難しくなってくるんで、できればそういう事態を避けたいかなと思います。ブルックリン型形状一隻撃沈。続いてラバール航空隊ですね。ここで壊滅させてくれるとありがたいな。三隻撃沈。一隻中破。まあ事実上これで第12艦隊も壊滅させましたね。アッツ基地に敵艦隊来るね。アッツを失うと北側の防衛っていう意味でかなり厳しくなってくるので、ここは第13、第14艦隊でしっかり、打ち払っておきましょう。ああ、アッツが奪われてしまった。ラバウルが危なくなってきてるね、今度はね。本当にね。アッツを
奪還されてしまった以上再奪還しなきゃいけない上に、ラバウルも危ないとなると、まあ、落ち着く暇はないですね。だからこれミッドウェーで負けてたら、本当にとんでもないことになってますね。まあ、ゆえに、実際の戦いでは、日本軍はね、敗戦を繰り返したわけなんですけど、まあ、ここは一旦イニオン解除して、しっかりと確認していきます。こうなってくるとね、結局のところ、敵にも空母がいない、味方にも空母がいるっていう、この有利な状況をいかに生かすかだと思うので、しっかりね、入っていきましょう。第13艦隊で、ちょっと待ってね。第13艦隊も物資なし。第14艦隊もなしだよね、きっとね。陸戦隊がいない。ってことは、砲撃で、あるいは空撃で、落としていくしかないですね。マッツ島に第13艦隊は近づけます。で、ミッドウェー攻略作戦のための部隊を動かしていきましょう。第6、第4。この艦隊の足がね、まあ、遅くはないんですけど、まあ、高速でもないんで、もう2、3ターンかかりそうかな。まあ、念には念をということで直縁を上げておきましょう。昇格から。21型を。まあ、直縁を上げるっていう運用にするんだったら、冷戦をもう少し数積んでもよかったかなって感じがしますね。ハワイ攻略のために。爆装。爆弾を積んでるものをね、多めにはしてあるので、まあ、どっちを取るかということだとは思うんですけど。そう考えると、そうだな。飛竜、蒼竜も、もう乾燥させておこう。今、待ち。の間にね、爆走になってるね。 OK だ。総竜は、総竜も爆走になってますね。よし、雷装ではなく爆走でいきましょう。で、あと第9艦隊ですね。ここの陸戦隊が到着しないとハワイ攻略はありえないので、ちょっとどこにいるか分かんなくなってるんで確認しましょう。第9艦隊、ここにいる陸戦隊でハワイに切り込んでもらう。ここにいた。ミッドウェイ島まであと2ターンぐらいですかね。これはもう全速前進で入りましょう。で、そろそろハワイへの航路を考えておきます。ミッドウェイに展開中の艦隊がこのままハワイの北側から侵入する形でいいかな。これで行きましょう。25、26。25、26ね。潜水艦の話ですね。そうか、アッツに寄港できなくなっちゃってるんだもんね。アッツがアメリカ軍に奪取されたことにより。では、ミッドウェイに転進させましょう。まあ、アッツ島を取り返すというのが第13、第14艦隊の最重要任務に変わりましたので、取り返してくれれば、再びミッドウェイではなくて、アッツ島に寄港するっていう選択肢も出てくるとは思うんですけど、まずはね、アッツ島を失っているので、では、索敵から行っていきましょう。敵艦隊を発見できず。敵艦隊は発見できず。敵艦隊は発見できずか。では、砲撃開始していきます。アッツ島に砲撃開始。敵の艦隊がいるってことだな。であれば、先に敵の艦隊を叩きましょう。敵の艦隊が、このアッツ島の湾口施設に入っているのであれば、その隙にというか、今のうちに沈めましょう。
で、ラバウル方面ですね。で、シンガポールの方には、艦隊がようやく入ってくれてる頃だと思いますので、艦隊が到着してるかどうかですね。そこだけしっかり確認しておきます。では、航空隊から索敵から行っていきます。いるね。第8艦隊、待ってくれ。空母がいるじゃないか。いやー、アメリカ軍はハワイの防衛ではなく、ここ、ラバウル、ニューギニア方面に戦力を持ってきてるな。これ乾燥しよう。一旦残しておいた甲斐があったというものだ。これで空撃を行う。第8艦隊。空母が 1? でいいよね。こうなってくると、直縁も基地上空に上げておいた方が良かったかな。今更二郎ですね。ここも乾燥します。雷槍に切り替え。で、索敵も念のため行っておきます。第8艦隊がいるとはな。空撃。届くね。前期発進します。いや、ハワイ攻略作戦、集中する余裕が全くないな。三空母。ちょっと待って。三空母。アメリカ軍第8艦隊三空母ですか。三空母。ラバウルが落ちると、一気に主勢に回ることになるので、気をつけたいところなんですけどね。シンガポールの方ですが、第16、第10と艦隊入ってますね。はい。航空隊は陸軍が入っているので、まあ、索敵はね、陸軍に任せましょう。では、時間を進めます。まずは敵の第8艦隊、三空母。この三空母をね、削っておかないと。あと、アッツ島の奪還。さらにハワイへの進撃。落ち着く暇がないですね。三空母じゃない、一空母だね。これ見ると一空母だよね。一空母であれば、仕留めてほしいな。レキシントン型。レキシントンは残ってたのかな?レキシントンは確か珊瑚海海戦で撃沈してますよね。で、時系列で言うと、珊瑚海海戦があって、ミッドウェー海戦があって、今回ミッドウェー海戦の直前から始めてるので、シナリオが。僕の中ではね、もう、歴史とはないもの、沈めたもの、撃沈したものと思ってたんですが、ここで沈めたのが、もしかしたら歴史とんかもしれないですね。まあ、いずれにせよ、歴史とん型空母、撃沈しました。まあ、仮にこれを空母歴史とんと、いうことにしておきましょう。続いて日本軍の陸戦隊、アメリカ軍第10海兵隊に対し攻撃を開始。ラバウルですね。ここは切り込んできてるわけでしょ。もうここはアメリカ軍が移動命令フェーズ戻ってきました。もうちょっとね、操作漏れを防ぐために上から作戦を出していきましょう。まず第13、第14艦隊の圧倒攻略部隊ですね。これはこのまま行きます。で、第14艦隊も直縁を上げていてこのまま。次のターンで圧倒に再び攻撃を仕掛けます。次、ミッドウェー攻略部隊ですね。まず第9艦隊ですね。これが陸戦隊2個積んでますので、物資が不足している状況を考え、一度ミッドウェイに入れて、ミッドウェイで補給後出撃していきます。あとは洋上待機している部隊がどれくらい物資消耗してるかだな、確認しておきます。大丈夫だね、93。まあ、80ぐらい残ってたらハワイまで距離はないので大丈夫かなと思います。では、彼らはこのまま。第6艦隊はどうなっている?補給、87あれば大丈夫だね。このままミッドウェイ島に
近づき合流を果たしましょう。次のターンで合流できそうですね。南雲さんの第4艦隊、これは空母昇格随格入っているハワイ攻略で主力を担ってもらう艦隊、これも次のターンで合流できるかな。これでハワイ攻略に参加する艦隊が揃うという形ですね。で、第8艦隊、敵の第8艦隊ね、これは次潰すにせよ、トラックに入っている井上さんの艦隊ですね。これ、今ドックに空きがないっていう話かな。青が。完全修復、11日。できるね。修復しよう。まあ、他の艦艇もドックにある、空きがある、部分に関しては、修復を入れていきます。はい。井上さんの艦隊も修理しました。で、修理が必要ないものに関しては、並走で対空レーダーを追加しました。これで対空戦が少しは有利になるかなと思います。では、これで仕掛けていきましょう。ラバウルが心配なので、少しラバウルの状況も確認します。陸上部隊。第10陸戦隊。兵力67。第11陸戦隊、兵力100。陸軍の第20師団、兵力61。まあ、これだけあれば、守りきれるかな。信じましょう。では、戦闘命令フェーズに移ります。ラバウルの方からは、今度はね、じゃあちょっと下から操作をしていきましょう。索敵を行っ、雨のため索敵不可。マジか。幸いなことに、敵の第8艦隊が見えているのに、空撃もできないわけでしょ？上枠の方からは？上枠からは届くけど、まあ、数が少ないからな。ミッドウェア方面はね、特に攻撃、その必要はないので、圧倒の方に移ります。シンガポールもね、しばらく、艦隊はシンガポールの空港で、港で眠っておいてもらいましょう。シンガポール久しぶりに行きたいなぁ。もう2、3年行ってないんですけどね。シンガポールもね。あ、ちょっと待ってね。これさ、さっき飛行中の艦隊攻撃、意味なかったよね。ってことは、いるいないに関わらず選択肢は有効になってるってことだな。であればそんな無駄なことはしないで、空撃を行って圧倒の攻略に。ちょっと待ってくれ。よく考えたら敵の艦隊がいるかもしれない。索敵しよう。シンガポールもね、好きで、どうだろう、10回は行って、7、8回は行ってるんですけど、最近はね、ちょっと行けてない。もう多分2、3年前、2年ぐらい前に行ったのが最後かなと思うんですけど。なので、コロナが明けたら、シンガポール、イパネマと、ブリックスと、お金にもし余裕があったら、ベイサンズにまた泊まりたいですね。では、戦闘命令フェーズ終了して、結果を見ていきます。ラマウルの航空隊がね、敵の第一艦隊に攻撃を加えられないというのが痛いな。まあ、レキシントン撃沈したので、脅威はだいぶ低くなったとはいえですね。で、これで駆逐艦を撃沈。あと残るは駆逐艦一隻。輸送艦も沈めておきたいな。圧倒の攻略戦ですね。これ陸戦隊がいないから制圧がいつまで経ってもできないってことにならないのかな。このままちょっと寄ってって上陸できるかどうか確認していきましょうか。アメリカ軍も相当な戦力乗せてきてるな。ラバウルが落ちないようにそれだけ最優先に考えましょう。では移動命令フェーズですね。圧倒にいる部隊、これを上陸させていきます。
まあ、陸戦隊はいないので。横につくっていうことしかできないといえばできないんですけど、この厚島に上陸する陸戦隊がいないことによって、ここに13、14の2個艦隊を張り付かせておくのは少しもったいないですよね。ではミッドウェー方面です。これ艦隊出揃いますね。第9艦隊は補給が済んでいないので補給します。これで陸戦隊2つ次のターンで出航。第6艦隊も前の方に合流。これでハワイ攻略作戦に参加する全艦隊が揃ったということになりますね。で、ラバールの方ですね。ここは、まあ見守ることしかできないからね。マダンが占領されたか。上枠に迫ってきてるな。確実に迫ってきてるからね。では攻撃に入りましょう。ラバルの航空隊、まあ幸い今回は雨が降ってないので、この艦隊をね空撃で仕留めていきましょう。第13艦隊が邪魔くさいんだな。敵の第13艦隊ですね。この敵の第13艦隊に敵の陸戦隊がいると思って間違いないと思うので、これを先に仕留めておきましょう。もう敵の第8艦隊はね駆逐艦1だけしかないので、まあ、脅威ではもはやない。アーツ島の方は仕留めてもらいます。では時間を進めていきましょう。では上枠の方から敵の第13艦隊を攻撃していきます。上枠の方は実際のところ敵の艦隊攻撃よりも敵の陸路から進撃してきている部隊の迎撃の方に頭がいっぱいなんですけどね。はい、これで敵の第13艦隊壊滅させました。まあ、まだ油断はできないですけどね。ラバールの方は、次のターンあたりで一度、航空隊を補充するフェーズにしてもいいかもしれませんね。ラバール基地、第10陸戦隊、兵力が46。第11。海兵隊による攻撃でさらに減ってる。まあ3師団まだ残っているというのはありますからね。じゃあ今度下から指示を出していきます。陸上部隊、第10陸戦隊、兵力39、第11陸戦隊、兵力100、第20師団陸軍ですね、63。大丈夫でしょう。ではこのターンは、航空隊の補充に当てます。航空機も無限にあるわけではないので、こんなに消耗してて継戦できるのかっていうのはありますけどね。ちょっと待って、すでに一式の立候がもうない。一式の立候がここに来て底をついた。ちょっと次の大本営会議迫ってきてますけど、航空隊の補充するためのストックをね、数用意してもらわないとまずそうですね。ではハワイ攻略戦実行フェーズに移っていきます。まず忘れないうちにミッドウェーからですね、陸戦隊を積んだ第9艦隊、これを出撃させていきましょう。
最大戦速でいきます。ではハワイ島に向けて全艦隊出撃。ハワイに敵艦隊はいない想定なので、少し速いスピードで迫っていきましょう。ここもね、操作漏れを防ぐために下から全部操作していきます。では戦闘命令フェーズ戻ってきました。このまま厚東方面は攻略の機会を伺いましょう。で、ラバル方面なんですが、まあ補給を行ったことによって行動力ゼロになってますので何もできない状態ですね。このまま時間を進めましょう。第8艦隊がね、見えているんですが、ここはラバルから攻撃ができないので、まあ上バックからね、攻撃を仕掛けておきます。ではウェバークの基地航空隊ですね、アメリカ軍の第8艦隊に肉薄してもらいます。もう敵も数少ない。よし、これで駆逐艦、さらに輸送船、すべて壊滅させましたね。ついにウェバークに敵の陸上部隊が攻め込んできましたね。ラバウル、ウェバーク、ここに陸戦隊を増強する余裕が今ないので、既存部隊で守ってもらうしかないんですけど、上枠が心配ですね。では厚東方面はそのまま現状維持で、ハワイ攻略作戦ですね、続きをやっていきます。もうハワイ射程圏内に入ってきたな。第6艦隊切り込んでもらいます。まあ、敵のね、航空兵力の攻撃をまずは浴びてもらう。被害担当艦ですね。飛龍、蒼龍も次のターンでハワイに空撃が加えられると思うので、いよいよハワイ攻略戦が本格化、戦闘していくというところですかね。で、この第8艦隊は、陸戦隊積んでるので、あんまり前に出てもらって沈められると、まあ、しんどいことになるので、ある程度距離を保っておきます。まあ、同じことが第9艦隊にも言えますね。続いて第11艦隊。第11艦隊もね、戦艦が入っている部隊ではあるので、できるだけハワイに近づいて、艦砲射撃でハワイのね、基地攻撃に、参加してもらいたいなというふうには思ってます。ちょっと足がやっぱり戦艦入っている艦隊はね、遅いですからね。南雲さんの昇格随格も少し余力を残して、次のターンで空撃に参加してもらいましょう。交渉はね、まあ、空母戦力、航空戦力という意味ではあまり期待できるものではないですが、本当に総力戦になった時のね、決戦兵力として使っていきましょう。では最後にラバール方面ですね、まあ、ここは特に移動というものはないので確認だけしておきます。今からでもどうなんだろうな。シンガポールからここに救援を出した方がいいのかどうかですね。第8陸戦隊、兵力100残ってる。第12陸戦隊も兵力100残ってる。第4師団が100。第21師団が削られてんだよね。41。ラバウルの方も大丈夫。うん。ではこれで戦闘命令フェーズに移りましょう。では
ここで戦闘命令フェーズ、いよいよハワイに対して攻撃を仕掛けていきます。まあ、第6艦隊はねちょっと届かないと思うんで索敵だけしておきましょう。敵の艦隊はいない想定。では昇格随格から攻撃隊を出していきます。ハワイ、ちょっとハワイの戦力見てなかったけど大丈夫かな。まあ話にならないとかって可能性ありますからね。では飛龍総龍からも攻撃隊を出していきます。直縁はね20-20でしか上げてないので、第4艦隊で20、第5艦隊で20ですね直縁は。まあこれが数として十分かと言われるとまあ決して十分ではないんですが、攻撃に少し戦力を多めに割いた戦術というところですね。ではララバウルの方ですが、索敵を行っておきます。敵艦隊はいない想定です。はい、大丈夫ですね。では今回はねこの辺りに一旦させていただいて、次回ハワイにいよいよ第2波をかけていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。